置いて。こんばんは。やっほー。髪やば。髪やばい。こんばんは。ちょっと。これをつける。わあ、なになになに。昼マックの CM 流しちゃった、間違えて。明日のお昼は、昼マックって言ってた。危な。なんか、iPad 開いた瞬間に、YouTube が開いちゃった。こんばんは。こんばんは。風呂上がりっすか？いや、お風呂行こうと思ったんですけど、ちょっと地味に時間がなくて、ちょうど地味に無理だなって思ったんで。こんばんは。やっほー。今日はゲリラ豪雨に遭いました。こんばんは。今日帰ってる時にさ、なんか曇ってたんですよ。でなんか全部電車で帰るんじゃなくて、全部電車で帰るんじゃなくて半分歩いて帰ろうと思ってて、そう、そしたらはい、すぐ電車に乗ればよかったんだけど、半分歩きだったから雨に打たれちゃった。でもね、私ね、なんだっけ、あ、折りたたみ傘じゃなくて日傘差しとったん、あ、日傘を持ってってたから、それが日傘ってか、なんか折りたたみじゃない日傘だったからセーフだった。こんばんは。でね、レッスン着の T シャツだけ着替えました。半分歩き。こんばんは。みんな雨宿りしてた、傘の相方たち。ゲリラ豪雨。こんばんは。風邪ひかんといてな。理解です。うちね、風邪ひかないってオーディションで言ったから引きません。こんばんは。こんばんは。こんばんは。美茶を、美茶を。みんなもゲリラ豪雨だった？最後いつ風邪ひいた？わかんないってくらい、2018年ぐらいかな。で、風邪ひいたんですけど、なんかその時休みだったんですよ。だから大丈夫だった。こんばんは。なんか風邪かわかんないけど、インフルエンザの注射をして、昔。して、それで、なんか、その日に自主練に行ったらすっごい体調悪くなって、で、そっから2日間ぐらい風邪ひいたことある。めっちゃ前だけ。多分ね、ワクチン打った後に動いたのが問題だったんだよ、多分ね。かわいい声だな。ありがとう。え、さきぽん髪が青になってる。嘘！まだ見てない。昨日はまだ青じゃなかった気がする。あれ？昨日あったっけ？ん？昨日会ってないか。おとといか。あ、明日2回目の B 公演か。ありがとう！嬉しい！明日は B 公演だ。こんばんは。あ、え、止まったんだ、電車。マジで？電車止まるぐらいやばかった。大変だ。おりんちゃん見たよ。こんばんは。こんばんは。暑い。暑すぎてやばい。あと聞いてください。なんか、交通紙のさ、紙がさ、今日持ってったんですけど、間違えちゃって、一個間違いに気づいて、あ、もう一回書き直そうって思って、で、持って帰ってたんですよ。で、ゲリラ豪雨にあったから、もうやばいの。紙がもうやばいんですよ。なんか、滲んでる、なんかやばいぐらいに。どうしよう。こんばんは。で、しわしわ、これ提出していいのかな。でもさ、1ヶ月分頑張って全部書いてるからさ、書き直しはきついなーみたいな感じ。だいぶ、あ、でも、まあ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 。なんか、ふにゃ、この感じ懐かしい。小学生の時、判読できれば OK。確かに。判読？判読って何？判断でき、読めるってこと？無効になるの？やだやだやだ。無効なんてやだよ。こんばんは。こんばんは。髪の毛かわいい。ありがとう。あ、そっか、みなみちゃんのあれを一緒に見よう配信か。同じ時間にしちゃった。オーマイガー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。
同時視聴配信、今日なんだ、今やってるのか。こんばんは、こんばんは、里美奈がのぶとで、のぶとが里美奈で劇場にポスターあった、この前行ったら、こんばんは、あ、コピーする、あ、確かに、これちょっと明日まで乾かしてみます代わりに僕は香織ちゃんの交通費を精算します大丈夫大丈夫、ありがとう、優しい、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。もう朝さ、今日アイロンしたんですけど、もうなんかもう跳ねちゃった、バッチバチに跳ねちゃった。食欲がない時はある、あります、たま最近あるかも、最近暑いからか、可愛い、ありがとう、ネイルね、違うの、まだ大丈夫なんだけど、親指だけ取ったの、さっきなんかね、ちょっとなんか取れそうだったから、危ないからね、取れる前に取っちゃった。これニコちゃん、ニコちゃん取っちゃいました、明日またつけます、こんばんは、こんばんは先回り避難させた、そう避難させた、こんばんは、あ、そう、フェスに出ります、ちょっと出ます、ウルトラズフェス、ウルトラ、ウル、ちょっと正式名称がちょっとあやふやだけど、ウルトラズフェスみたいなのに出ます、ぜひぜひ見てね、こんばんは、ウルトラスフェスタだ、ウルトラスフェス、ウルトラスフェスタ、ありがとうございます。なのでぜひ、久しぶりのフェスです、久しぶりじゃない、嘘ついた、この前ぶりのフェスです、フェスです、こんばんは、お仕事だった、そっか、確かに平日だったか、こんばんは、こんばんは、またフェス出れて嬉しいね、この前のアットジャムがフィナーレかと思いきや、まさかまた出演できるなんてびっくり、フェフ、フェフ姉さんじゃないよフェフアスパラガフ、9月26日だった気がする、確か、ぜひ待ってます、あ、月曜日か、だからか、ちょっと来づらい方がいる、こんばんは、こんばんは、どんな曲をやるのでしょうか、うちもまだわかんないけど、でも昨日スタッフさんが話してた、8人中6人が16期、あ、そうなんだ、すごっ、そうなのね、16期とエリマホちゃん、あー、そっか、そうかも、こんばんは、こんばんは、楽しみ、羽田は初めてかな、羽田は行ったことあります、空港なら、空港なら行ったことある、こんばんは、なんか、なんで行ったんだろう、なんか行ったことある、あ、わかった、握手会だ、なんだっけあれ、善悪、善悪で行った、元彼とネモハモとネモハモやるかな、めっちゃ久しぶりなんだけどHey, what's up? これから出かけなくちゃいけない、また明日、あ、いってらっしゃい、頑張ってください、応援してるよ、こんばんは、ジェップ羽田って行ったことない、ジェップ羽田行ったことない、こんばんは、新曲やるのかな、どうなんだろう、それも聞いてないな、やるんですかね、でもコンサートとか新曲やるかな、あ、でも選抜だけかな、どうだろう、全員でやったりするかな、こんばんは、こういうポーズなんでしょう、新しい会場、あ、そうなんだ、かわいちゃん大好きです、ありがとう、ありがとすぎ、いつも笑顔いっぱい踊るとこ素敵、え、嬉しい、あ、金魚バイバイ金魚バイバイ、ジップダイバーシティは行ったことある、多分ある気がする、ちょっとあやふや、新木場コースターとか行ったことある、ちょっと待ってね、ショールームつけなきゃ、あら、これなんか固まってる、固まってる、楽しそうに踊る、本当に、あ、確かにエリーちゃんいらっしゃるからやるかも、どうだろう、どうだろう、こんばんは、早く覚えなきゃ、
でもまだ V ウニ V とかがまだないから、もしもらったら覚えちゃおう。あ、お台場の観覧車も閉園した。おい、なんだっけそれ。あ、観覧車ね。え、あそこめっちゃ観覧車だよね。めっちゃ観覧車ありません？あの辺お台場とか。どれだろう。10月のかおりちゃんとの初お話が緊張する。あー嬉しい、ありがとう、楽しみ。こんばんは。かおりがみなみで、みなみがかおりだったらどっちに転んでも可愛いわだね。優しい。のぶとが、ん？のぶとがさと、ん？さとみながのぶとで、のぶとがさとみなで。B 公演申し込みました。当たるかな？楽しみ。ありがとう。B 公演ぜひ待ってます。かおりちゃんのメール昨日から撮ったらたくさん来てびっくり&嬉しい。撮ってくれたの？嬉しい。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいよ。観覧車乱立してる。そう。公演100回行ったら覚えられますか？え、多分ね、100回じゃなくてもね、覚えられると思う。なんかお話し会来たことない方とか、握手会来たことなくて、私のファンじゃない方も、公演とかで覚えたりしてる方もいるから、全然覚えられるよ。みなみちゃんのドラマほんと感動した。え、ね、感動？感動し、エンディングが16期なのがめっちゃ好き。そう。エンディングが16期のさ、抱きつこうかなのが嬉しい。こんばんは。じゃななちゃん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 、抱きつこうがめっちゃ好き。大変だ、友達がコロナ感染しちゃった。大丈夫？心配。早く良くなるといいね。こんばんは。けいちゃん覚えてくれます、任せてください。抱きつこうがいいよね、なんかいいよね、抱きつこうが大好き。明日行く、ありがとう。明日はくるちゃんの生誕祭。かおりちゃんはたまにしか当たらない。コウメ太夫さん思い出す。似てるよね、抱きつこうかとコウメ太夫さんのイントロ。こんばんは。コウメ太夫さんのイントロ。おつかお、おつかおです。おつかお、おつかおです。そういえばね、ずっと欲しかった色のネイル買ったの。また100均だけど。こんばんは。あの、私のさ、抱きつこうかの衣装の色のネイルが欲しくて、でも売ってなくて、なかなか。で、見つけたんですよ、100均で。でもね、ちゃんとした色かわかんない。開けてみないと。思ってたのと違う可能性あるから。抱きつこうか、MV ないのが悔やまれる。嬉しい。今の季節に、確かに、夏が静かにさーっていう句だもんね。そろそろお見送りで話しかけたい。嬉しい、嬉しい。ちょっと待ってね、開けてみる。どうしよう、微妙な色だった。2個あってさ、どっちが私の衣装の色と似てるかなって思いながら、分かんなくて1個選んだんだけどさ、なんか合ってるか分かんない。こんばんは。違う可能性大。なんかもう1個グリーン、抹茶グリーンみたいなのとジェリーグリーン、なんか2個あってさ、中身が見えなくてさ、わかんない、わかんないよ。こんばんは。明日仕事忙しいの？がん、わかった。めっちゃか、超絶可愛く頑張れって。ハードル高い。超絶可愛く頑張れ。可愛くな、可愛くなくてごめん。こんばんは。かっこ錦鯉さん、よく言われる。こんばんは。ないなら色作ってみたら。作れるんかな。なんかさ、絵の具みたいな感じで作る。秋は一瞬で終わりそう。そうだよね、一瞬で終わりそう。一瞬で秋終わっちゃいそう。あかん。ネイルに絵描いたりはしない。あのね、絵描く技術は私にはなくてですね、まだこの、なんていうの、お花のやつをつけるとかいうのしかまだできない。開かないよ。こんばんは。開かない、ここがさ、めくれんくなってる。開かない。ハサミあるかな。あ、こんなところにカッターナイフが。なんでこんなところにカッターナイフあるんだろう。こんばんは。手切らないようにしなきゃ。
こんばんは。こんばんは。え、本当に開かない。どうしようこれ。なんでこんなに開かないんだ。あ、できた。あ、1327ちゃんもいた。ありがとう。え、ニッキーかおちゃんの一番カラフルだ。カラフルやった？嬉しい。ちょっと開けてみるね。抱きつこうかと一緒の色だったらいいな。おお。あ、でも近い？え、なんか違う？ちょっと違う？ちょっと親指が今開いてるから親指に塗ってみよう。あー、でもなんかちょっと、あー、なんかちょっと濃いかも。なんかちょっと濃いかも。もうちょっとさ、もうちょっと、もうちょっとパステルっぽい方が可愛かったかも。うわー、失敗したかも。まあいっか。ちょっとこれはまだ一度塗りなんですけど。え、ちょい濃い。やだやだ。でもよかった、逆に。なんかね、逆に良かった。これね、もう一個はもうちょっと濃い方だったので、もうちょっと濃い方かなって思ったけど、でもこれだったら、これだったらさ、マシ、これより濃いのがなるはずだったからまだ良かったかも。でも意外と可愛いか。あ、意外といけるかも。こんばんは。意外といけそう。ピスタチオ色、ピスタチオ色かも。ちょっと濃いね。ザグザグ。こんばんは。ちょっと濃かった。じゃあこっちは、こっちもね、まだ開けてないやつなんだけど、ちょっと開けてみよう。これは普通のブルーなんですけど、私くすみブルーしか持ってなくて、こっちは普通の綺麗なブルー。アボカド、アボカドのパーツ乗せる。こんばんは。こんばんは。こんばんは。そう、岡山のね、ローカルのザグザグ、この音好き。よいしょ。水色？これは何色？青色？水色？これはチーム B 公演用だね。こんばんは。あ、でも、あ、なかなか思った通りの色って難しいね。ちょっと違うかもこれ。あーん、ちょっと違った。ちょっと違う。ちょっと違った。やばい、今日の今塗ったやつちょっと違うのばっかり。ちょっと違う。そう、見た目とちょっと違う。まあいっか、そういうこともあるよね。これ濃い青。電車遅れた。あ、本当に。あ、ライト割ってたのか。イメージ通りにいかないね。難しいね。納得のいかない香り。ちょっと濃い、もっとこうクリーミーな青がいいわけですよ。綺麗な青、本当にのせたら可愛いかな。これほぼ色かぶりだな。なんか色が似てるのが2個あった。いやー、まあいっか。マクロスの青。マクロスって何？パステルがいい。そう、パステルがいい。パステルカラー好き。あ、北海道に住んでるんですが、今度劇場行く。ありがとう、嬉しい。北海道遠いのにありがとうすぎる。ぜひ来てください、劇場公演。こんばんは。あ、乾いたら色変わるかな。あ、でもこれもいいよね。あ、下に白塗ってから塗ると違うかな。かな。やってみようかな、後で。やってみる。今ね、モンステレビで体力テストの再放送してる。16期とドラさんの？見たい。めっちゃ前だよね。3年くらい前じゃない？こんばんは。3年くらい前な気がする。懐かしい。楽しかったよね、めっちゃ。ドラさんが黄色でさ、ジロッキが赤色のジャージだった気がする。黄色だっけ、ドラさん。なんか色が違った気がする。今思えば香里ちゃんがクリームソーダのいい色でよかったと。本当に、私本当はピンクが良くて、でもピンクがいいって子が結構いたのだから、あ、ダメだってなって、どうしようかなって考えて、じゃあクリームソーダ色にしようって思ったの。それで、こんばんは。こんばんは。
で、まあ、クリームソーダ色みたいな感じで、なんかエメラルドグリーンみたいな感じで書いてたのね。そう、あれ自分で決めれるの、各自好きな色言って。で、やったんだけど、こんばんは。実際にそのサンプルの色がマジで濃い緑だったんですよ。あ、これちょっと違うって思って、もう濃い山の色の緑だったんですよ。でも私でも言えないなって思ってたんだけど、周りにいた子が、いやいいなよこれ、ずっと残る衣装だしみたいに言ってくれて、めっちゃ勇気出して、しのぶさんがいたんだけど、その場にそのサンプル持ってきてくださった時、めっちゃ勇気出して、もうちょっと薄めの緑って言ったら、あ、そっかってなって変えてくださったの。そう、もう濃かった、抹茶だったんですよ、クリームソーダというより。だからそれのおかげで可愛い色にしてくださって、そう、よかった。そう、勇気出したっていうか、みんなっていうか、周りにいた子がなんか言ってくれた。こんばんは。でも確かにその通りさ、実際その衣装ずっと着てるからさ、よかったって思って。そう。カッパ色カッパ色。人の被ったら譲っちゃいますね、私結構。張り合わないで、もう譲る方が楽。ラービュー竹内せ、最近僕隊に出てないぞ。僕隊やってないのか、そもそも。そんなことないか。ラービュー竹内先輩。ミドレンジャー。でもすごいよな、あんだけ人数いてみんな色いろいろあるのが面白いよね。やってないのか。あ、でもこの前やってたっけ。B 公演も生誕ばっかだから当たる気しない。あ、そういうことか。そっか、そういうことね。そうか、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 そういうことか。かおりちゃん出てきた。あ、出てきた体力測定。かおちゃんの木体が恋しい、嬉しい。かおりちゃんの生誕は当日かな。え、私のはね、絶対に当日は無理なんですよ。なんでかというと、ハロウィンなんですよ。だから多分ハロウィン公演を多分するんですよ。わかんないけどね、聞いてるわけじゃないけど、というわけで多分無理なんですよ。そうそうそう、遊びに来てありがとう、こんばんは。そう、ハロウィン公演が毎年大体あるから、当日は厳しいんじゃないかな。お、明日のくるるん生誕行くので楽しみ、嬉しい、こんばんは。いや、当日生誕って奇跡的だよね、めっちゃ奇跡的な確率私は一回も当日はやったことないかな。他面の生誕行くと支援したと思われそう。いや、大丈夫じゃないかな。こんばんは。あ、そう、コスプレするんだよね。レッツゴーのリバイバル最高、最高すぎ。こんばんは。当日に公演出てるのあったかな。あった気もしてきた。あ、そうだ、あったわ。生誕ではないけど当日公演出たことある気がする。やっほーやっほー。あ、メール今日から登録したけどいっぱい送ってくれて嬉しい、ありがとう、嬉しい、そんな嬉しい、ありがとう、メール読んでくれてありがとう。こんばんは、リバイバル、こんばんは。足早いね、足早い。あー、そっか、今やってるのか、あれが体力測定。ちょ、足遅いで、そんな早くない、普通ぐらいかな平均わかんないけど普通くらいですね、足は。こんばんは、こんばんは。今やったらもっと遅くなってそう、体が重くてわかんないけど8秒9、私の最高記録が8秒1なんですよ。ん ?8 秒 1? だよね、が最高記録。7秒台はなったことない。かおじちゃん、自主練習今日も使う、ありがとう。今日ね、レッスンあったんですけど、めっちゃ巻いたんですよ。もう巻き巻きの巻きですよ。
しおりいたから3年前。そう、あれね、2019年なの。そう。あ、8秒1じゃないのかなって思いました。8秒。でも、ね、モンスの時はね、そんなに早くできなかった。そう。遅くなってた足。でもね、シャトルランはね、伸びたの。はじめまして。シャトルランは、回数増えた。AKB になってからののが。ね、クララめっちゃ足速いよね。意外じゃない？おっとりしてるからさ、遅いかもって思ったけどさ、めっちゃ速くてびっくりした。ギャップ萌えしたんだけど。こんばんは。こんばんは。ギャップ萌え。短距離や才能。いや、すごいよね、速い人って。かっこいい。7秒台とかかっこいい。体力増えたのかも。こんばんは。こんばんは。持久力ついたのかな。クララってあだ名なの知らなくてびっくりした。あ、そうなんだ。クララって言うんだよ。クララって言うんだよ。倉本美優ちゃん。カオリンアスリートだと思う。違う。あ、そう、修行中やってた頃かも。その数ヶ月後に千秋楽だった気がする。体力テスト得意な種目はね、何だったかな。え、得意なの？特になかった。長座体前屈とか。おすすめの映画ある？映画？ないな。ないな。あ、クララちゃんっていう名前だと思ってたんだ。あ、そういうのあるよね。めっちゃわかる。超わかる。なんか、それが名前なんじゃないかって思っちゃうときあるよね。わかる。シャトルラン世代なのね。僕は実、あ、シャトルランか実験層やるってことか。そういうことか。シャトルランのトラウマになる。めっちゃわかる。ドゥルン、ドゥ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 ルン。だってさ、やっと学生終わってさ、もうさ、やんなくていいって思ったらさ、まさかのさ、大人になって、あの時21歳だったんだけどさ、21歳になってさ、21歳になってまでまたやることになるとは思ってなかった。そう。あ、シャトルランっていう言葉がなかった。そういうことか。こんばんは。でも私、長距離より短距離の方が好きだけど、でもね、長距離もね、最近得意になったかも。わかんないけど。停電大丈夫？心配。いい、早く着くといいな。雷鳴ってなかった今日。朝も夜も。ね。そう、シャトルランっていうのは、体育館の端から端まで走るんだよ。音楽が鳴ってる間に。でも音楽が次の音になる時にまだ行けてなかったらもうアウト。もうコート出なきゃいけない。二人一組でペアになって相手を数えてやるの。数え間違えそうになってめっちゃ焦るときある。あれ今何回だっけって思うときある。絶対間違えられないから。短距離得意な人ってマッチョなイメージ。そう、あ、マッチョかな。マッチョ。シャトルランの日、汗からドキドキしてた。あ、わかる。めっちゃわかる。あ、そうなんだ。17期の子、ツイッター始めたんだ。こんばんは。数え間違えたら申し訳ない。わかる。梨のツイッターの髪型似合ってる。ありがとう。あ、先の梨のツイッター載せた。梨、載せました。モーリーさん楽しい。あ、モーリーさん今夜だね。今夜ですな。面白いよね、めっちゃ。梨もう食べた。まだ明日の朝ごはんにしよっかな。今日の朝ごはんなんだと思う？私の今日の朝ごはん当ててください。あ、メール会見てくださる方当たっちゃったかもしれないけど。こんばんは。梨うちにも届いた。お、いいね。うちの今日の朝ごはんの正解は唐揚げくんでした。唐揚げくん食べた、朝から。そう、なんでかっていうとね、昨日ね、唐揚げくん買ったの、お昼ご飯に。だけど食べれなかったの、時間がなくて。そう、だから諦めたの。こんばんは。
って持って帰ったの。その後食べる気になんなくて夜とかも。で、それで冷蔵庫に入れたの。はじめまして、はじめまして。で、食べた朝。4個あった、4個。そう、オーブンで温めた。4個入り?何個か食べたんだけど、なんかバーベキュー味みたいなやつ。こんばんは。朝から唐揚げくん大丈夫?うん、大丈夫。だって、唐揚げくんって、なんかさ、唐揚げくんってさ、あんま良くないのかな?でもなんかさ、唐揚げくんって普通の唐揚げより罪悪感ないんだけど、なんでだろう。ね。あ、ね、セナタン復活本当に良かった。ね。久しぶりに会えた。こんばんは。よかった、よかった。よかった、よかった。そういえば、もぐもぐ配信しない。私、もぐもぐ配信ね、たまにするんだけど、苦手なんですよ。もぐもぐしながら配信するの苦手なんですよ。申し訳ない。たまにするからよろしく。唐揚げくんね、なんかね、うちはレギュラーが好き。でも辛いのもたまに好き。朝からラーメンは占い通りにしてくれたの。なんか唐揚げくんは、なんて言うんだろう、普通の唐揚げ、なんかいいらしいよ。なんか脂質が低いらしいよ。知らんけど。こんばんは。わかんないけど。だからなんか唐揚げくん買っちゃうんだけど。こんばんは。シャトレーゼでシャインマスカットフェアやってる。美味しそうだね、それは。いいね、シャトレーゼ。唐揚げくんの食レポ?唐揚げくん味当てやりたい。いっぱい味あるけんさ。レッドとね、普通のとチーズとあと、あ、レモン、塩、レモンもレギュラーになったんだ。そうなんだ。すご。唐揚げくんなら大丈夫だよ、みんな。普通の唐揚げは絶対いいよ。あ、唐揚げくんは胸肉なんだ。あ、そうなんだ。あ、ぽい。なんか、湯葉かけるの稽古の時さ、近くにさ、ローソンさんがあってさ、その時めっちゃ唐揚げくん買ってってた気がする。なんか、出番がない時は机に座って待機してるんですよ。そう。だからそこでさ、唐揚げくんの匂いがしたらやばいって思ってビニール袋に詰めてた。こんばんは。こんばんは。揚げてる時点でダメ。やっぱり、やばい。食べちゃったんだけど、朝から。ちょっと気をつけよう。寄せなきゃ。あ、ゆず味もあったかも。確かに。唐揚げくんってメンバーよく食べてるイメージ。本当に?メンバーよく食べてる?メンバーの中でさ、ちょっと数年前にネギシブームが来たことあった。なんかさ、それぞれブームがあって、なんかネギシが流行った時と、あと干し芋がブームの時もあった気がする。あとね、ネギシブーム、干し芋ブーム、あと、なんだっけな、タピオカブームもあった。それはもう全国的にあったけど、なんか、そういうのがあった。欲しいもんね、メンバーでめっちゃ流行ってた時あるよ。リハの時みんな食べてたもん。そう。みんなリハの時食べてた。こんばんは。そう、めっちゃあったよ。こんばんは。こんばんは。ナーミンと二人でご飯行ったことあるよ。一回、二人は一回しか行ったことないけど、ある。美味しかった。かおりちゃんが発端の部分ある。ないんじゃないかな。なんだろう。セブンの欲しいも美味しい。あ、プロテインブーム。プロテインはでも今もみんな飲んでる気がする。こんばんは。あとなんだろう。あと、セブンの、違う、ローソン、いや、ファミマさんのサラダパスタブームもあった。なんか、唐揚げが塗ってるサラダパスタがめっちゃ流行ってて、私も自主練の時にいつも買ってた、それ。懐かしい。いつも買ってた。次のブームなんだろうね。今日魚食べた。やばいやばい、魚キャンペーンのことすっかり忘れてた。やばいやばい、そうだった。私毎日魚食べるって決めたんだった。どうしよう。今日食べてない魚。魚食べてない今日。でも肉食べたからセーフになんない?無理?ダメ?ダメ?昨日はお魚。昨日も食べてないんだが。やばいやばい。バナナジュースブーム来る。あ、確かにそれも言ってた。忘れてた!今から食べて。もう魚ない。もう魚ナッシング。金魚食べて。あ、
ああ金魚って美味しいのかな。うっかおりだ。この後食べる。え、もう食べない。もう時間遅いもん。この魚ってみんなにも見えてる？これ私だけにしか見えてなかった。めっちゃ恥ずかしくない？変なこんなポンやってくれて、みんなにも見えてるよねこれ。え、表示されてる？されてない？もしかしてされてない？あれ身が好きな寿司三昧。確か24時間営業だから今から行こう。嫌だよ今から外出すんの。こんばんは。あ、見えてる、よかった。あ、時差があるのか。時差があるってことはつまり見えてないとほぼ一緒ってことか。恥ずかしいです。こんばんは。実は見えてない。トリートメント何使ってる？リンス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 ならね使ってる。あれ、リンス？一髪だったかな今は確か。ちょっと違ったらごめんね。その時その時の安売りのを買ってるからちょっと多分一髪かな。いや、どっちだろう。一髪だよねきっと。リンスとじゃないの？え、リンスって言ってる子久しぶりに見た。なになに、リンスじゃない？シャンプーとリンスじゃないの？あ、もうそういう言葉ないのか。そもそも古いってこと？あ、じゃあリンスがん、リンシュが、リンシュ、リンスがトリートメントってこと？ん、あ、リンスがコンディショナーってこと？え、リンスってもう言わないんですか？え、やだ、調べよう。え、そんなのおかしい。リンスって言うやん。リンス、リンス、リンス、死後、死後、死後って言うよね、もう使わない言葉なんか。リンスは死後ですか？うん、ほうほうほう。コンディショナーが一般的。古い言い方。古い、コンディショナーが普通なんだって。じゃあ、うちのリンスじゃない、うちのコンディショナーは、なんだっけ、一髪です、多分今は。わかんない。こんばんは。待って、恥ずかしい。ずっとリンスって言ってたんだけど。じゃあトリートメントは何？コンディショナーはそれでリンスだとして、トリートメントは何？リンスは残ったシャンプーを洗い流す。あ、リンスインシャンプー。リンス、しかもリンスじゃなくてリンスなんだ。リンスだと思うじゃん。リンスか、スーじゃなくてリンスなんだ。リンスだと思ってたんだけど。こんばんは。なんでスー伸ばすの？わかんない。古代よりずっとそれで育ってきた私。あとさ、卵の黄身もキーミって言ってた。私の家だけそういう風に育ったんですわ。黄身じゃなくてキーミって言ってたの。そう。そう、キーミって言ってた。キミなんだって。キミって言ってた。で、それが普通だと思ってたの。だから常識ないのかもしれない。あ、やだやだよ。笑わせないで、笑わないでとか言って笑ってくれ。岡山ではキミなの？うん。いや、白身は白身、ひとみはひとみだけど、キミはキミなんだよ。君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ。んと、ゴミに紛れて気づかなくてもいい。こんばんは。ほうほう、違うのか。髪サラサラになりたいからさ、宿毛矯正したい。あ、ともみさん知ってるよ。チユチユチユ。中国地方キーミって人いる。あ、じゃあ地方の問題なのかな。どうなんだろう。え、どうなんだろう。かおりちゃん美観地区行ったことあるよ。
倉敷美観地区のお化け屋敷入ったことある。君好きってほんといい曲だよ。それな、恋とは、あ、それも聞き間違えてた。恋とは、ん？愛とはだっけ。恋とは静かに広がってく波紋って言うじゃないですか。静かが聞こえなくてシンガって言ってた。シンガって何やろうって思いながらずっと歌ってた。シンガに広がってくって何、どういう意味と思ってたら静かだった。空耳アワーってやつですね。その中心は君なんだ、悲しみだって負けずに夢の空を見上げて。岡山出身なんですね。そう、きびだんごが並んでた。本当にきびだんご美味しいよね。桃太郎さん、桃太郎さん、こんばんは。お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。あげません、あげます、あげましょうか、あげましょう、あげましょう。今日の T シャツ何なの。今日の T シャツはアディダスです。あ、映ってない。アディダス武道館2日目楽しみ、嬉しい。たこみなさんは永遠の先を永遠の13だと永遠の13。面白い。あるよね、でもそういうの。他にもなんかあった気がするけど思い浮かばないな。なんだったかな。あ、そっちなんだって歌詞調べてわかるときある。うんうん、岡山のまま美味しいね。美味しいよね。せめてセブンティーン。確かにサーティーン、サーティーン、30歳、永遠のサーティーン、面白いね。君が悩んでるときは、こんばんは。あ、ここ押したら痛い。耳のツボ、耳のツボ押してみ。ここのさ、ここのさ、あ、見て、今日イヤリングした。なんかずれてるけど、ここ痛っ。怖かれ。船酔いしないと。あ、そうなのかな、どうなんだろう。ここをね、こうやって中指か人差し指で押して、それでくるくる回すの。そしたらどこに効くツボ、わかんない、全然わかんない。家来誰にする。家来は、家来とか多分私が家来側だと思う、逆に。家来なんて選べないよ、私家来側だから。こんばんは。イヤリング痛い。これ痛くない。だってこのイヤリングね、こんな風になんかプラスチックみたいな感じ、全然痛くない。痛くないよ。かおりちゃんのうちは買った。嬉しい、ありがとう。まつげはまだ絶好調。あのね、左はまだ綺麗なんだけどね、右が取れてきてさ。でもどうせさ、まつげパーマするならさ、やっぱりコンサートの前がいいなって。公演とかイベントとかもあるけど、やっぱりコンサートの時が一番上がってるのがいいなって思うからさ、そうしようかな。あ、樹脂なんだ。あ、これね、ピアスじゃなくてね、イヤリングなんですよ。そうね、コンサート前に行きたいよね。それかもうやんないか。自力でまつげあげるか。楽なんだよね、これすると。お疲れ様です、お疲れ様です。武道館ほんま楽しみね。徐々にリハも始まってて。マグネットピアスって何？そんなのあるの？ピアス？それ。うん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 。そばかすのキス踊ってると疲れる。え、疲れる。なんか、そばかすのキスだけだったら多分疲れないんですけど、3曲目なんで疲れちゃいます。なんか、うん。うん、なんかもう、めっちゃ必死に踊るからさ、疲れちゃう、あれは。でも楽しい。うんうんうん。コンサート1日目行くね。嬉しい。え、峯岸さんは指の温度なんだ。え、すごい。指のね、自力でできるんだね。武道館コンサート友人と行く。ありがとう。待ってます。無事に開催されてますね。この前中止になっちゃったからさ、その時のやつ。ね。初音もありがとう。あ、磁石でくっつける。すごい。そんなのあるんや。
まつげパーマかけるときずっと目閉じてるの。そう、ずっとこの前寝ちゃってたんだよ私。初めてっていうか初めて言ったんだけどさめっちゃ何回も言ってる風な答えだったけど、初めて言った時なんだけど寝ちゃってたの。気づいたらピクってなってて、やばいこれ絶対見られたって思って、こんばんは。ずっともう1時間ぐらい目つむったまんまこうやって、どんな風に承知してるのか見えない。こんばんは、こんばんは。寝言言ってたらやばいよね、どうしよう。なんかふと寝ちゃう時あるでも美容室ではそんな寝ないんですよ私、あんまり。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。こんばんは、むにゃむにゃこんばんは。シャンプーされてる時寝ないの。なんか私はすっごいシャンプーされるの気持ちいいじゃないですか。その気持ちよさを伝えたいんですよ。あー聞く聞くみたいに言いたいんですけど、でも恥ずかしくて声に出せないの。でも言わなきゃ伝わんないよね。でも言えない、いつも黙ってる。ほんとあーめっちゃいい最高って言いたいの、でも言えないんですよ、なんか恥ずかしくて。なんかさ、シャンプーの時なんかさ、こうやってさ頭マッサージしてくださるじゃないですか。あー聞く聞く、そこそこそこ最高ってマジでお伝えしたいレベル。そうだけどなんか言えないの。かゆいとこありますかって言われたらね、ないですって言っちゃう。てか本当にないんやもん。そう、大声ダイヤモンドみたい、確かにね、言わないと伝わらないよね。日曜美容院行ってくるからさ、ごはん行ってらっしゃい。心のプラカード出すべきかな、言わない方がいい、やっぱり心のプラカードならいい。そこそこって横でシャンプーされてる人それ言ってたから確かに。え、美容師さんの洗い方すごいよね。しかもさ、なんかどういう風になってるか見えないけどさ、服が濡れないのすごくない？なんで服濡れないように洗えるんだろう。私がさ、シャンプーやったらさ、服びしょびしょにしそう、お客さんの絶対びしょびしょにしちゃうんだけど、すごいなって思って。そう、なんかやってんのかな、どうやってね。めっちゃ気持ちいいよね、悟空の気持ち。どういうこと、悟空もマッサージされるの好きなの？シャンプーハットそう、めっちゃいいよね。なんかでもね、美容院っていいよねリンさんと話したことありますよ。なんかいっぱいはないけどちょっとならあります。こんばんは、こんばんは。レッスン積んでるからかすごいね。シャンプーの時シャワーがあったかいから痒くなる人も、あ、そうなんだ、そうなんだ。お風呂入ってね。うん、入る。私さ、急に思い出した。あのさ、前怪我したじゃないですか、頭のせいで。その後髪を切りに行きたくて、その時点で全然切ってなくて、でもなんか怖いじゃないですか、行くのめっちゃ怖いじゃないですか。そう、そしたらなんかそこの病院に美容室があったんですよだからそこ行ったんですよもういつものとこじゃない、その時はまだいつものとことかなくて、特にあ、ここにあるんだって思って、そう、なんか院内のに行ったんですよそこならさ怖くないかなって思って、なんかないけど別に、そこで切ってもらおうって思って。もうだからさ おしゃれとかもさ、なんて言うんだろう、多分そのなんか例えばさ、なんかおしゃれな美容室って感じじゃないけどさ、なんかその時何のこだわりもないし、もう今もそこまでこだわりないんだけど、もっとなかったからもう何でもいいやと思って、とりあえずそこで切った。そうえ、そう、めっちゃ大きいとこだった、めっちゃ大きかった、超でかかった。そうだからね、美容室までついてたすごいよね激安、いや安かったのか、どうだっけ。仕上がり大丈夫だった、うん大丈夫だった気がする、全然覚えてないけど切った。そうそう、こんばんは。あ、タワーありがとう、嬉しい、待って、ありがとうございます、ございますじゃございます。のぶさんだ、花火のタワーありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい、かわいい花火がパンパンだから、今日はスヌーピーにしようと。こ
こんばんは。売店にお菓子買いに行った。あ、でも最後の方は歩けたんで行きました最後の方歩けたんで行きました行きました。行った気がする。確かよく覚えてないけど多分行った気がする。割となんか歩けるようになってからは行ったかも。のぶさん、あー、なんかこのさメモ帳に私のこの緑の縁が合わないけど、まあいいや、ごめんね。熊の花火ありがとう。熊花火タワーありがとう。香りごり。のぶさん、熊花、あれなんか B の近辺だ。熊花火タワーありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは、ありがとう。よいしょ。ブラジルズ熊火、熊火、熊火嬉しい。お菓子何か、お菓子何買ったんだろう、全然覚えてない、くまびありがとう。何買ったんだろうな、何買ったっけ、何だっけ、何か何買ったんだろう、忘れた、忘れた、何買ったっけコアラのマヤチ、何だっけな、何買ったっけ。こんばんは。 あとね、お母さんがお刺身買ってきてくれたあとスイーツじゃないわ、何だっけ、お刺身と、あと何だっけあれ、ね、なんだっけ、お刺身とフルーツ、近くの店で。そう、お刺身が食べたくてだってさ、怪我だからさ、何食べてもいいから。こんばんは。もうそれはもう最後の2日とかかな、そう食べた、めっちゃ美味しかった。こんばんは。うん、何食べても OK だった、制限なかった、最初以外は。こんばんは。チーク菓子のお刺身じゃないよ、本物のやつやで、本当のお刺身やで。こんばんは怪我人最強説、確かに。そう、食事制限なかった、最初だ、最初の3日ぐらいかな。久しぶり、久しぶり、あ、久しぶりです。こんばんは。今何分だ、53、え、早っ、1時間早っ、早すぎ早すぎえ、なんか性別が変わった。一番好きなお刺身はマグロです、マグロ。マグロちゃんです。食欲はなくならなかったかも、あ、なくなったかも、あれ、よく覚えてないな。でも最初はね、めっちゃ覚えてないな、どうだっけ。でもね、3日ぶりに飲んだ水が美味しすぎたのだけは覚えてるおじさん飼ってる、おじさん誰だよ誰だよこんばんは。僕はマグロ大好き、美味しいよね、マグロめっちゃ好き。なんかさ、候補生の時にさ、後ろに紙貼っててさ、なんか岡山県出身、ん、岡山県出身、好きな食べ物マグロみたいな、なんかそれが可愛くないみたいになってね、やめればよかったって思った。その時マグロって書いてたんですよ、クリームソーダって書けばよかった、なんでマグロにしちゃったんだろう。なんかそういうのも考えてなかった、とりあえず思いついた、あ、じゃあマグロでいいやとか言ってマグロ書いてた気がするマグロ書かんでよかったかも、クリームソーダとイチゴですとか書けばよかった。縁側、縁側うちの母さん好きやで。あ、55分、じゃあちょっとそろそろランキングして、ランキングしてプラクティスしてくる、プラクティス、アイムプラクティスしてくる。生物が食べられないから人生損してるって言われる、あ、そうなんだ、大丈夫、そんなことなんてないんだよ、そんなことないよあのね、生物以外にもね、自分が美味しいって思うもの食べれたら損じゃないんだよ、大丈夫だよ。こんばんは。ではランキングをしていきたいと思います。
うん、ドル明けのプラクティスと、あとはコンサートのプラクティス、今日やった曲の復習しようかなって思って。こんばんは。ではランキングしていきたいと思います。第13位はオクタゴンさんです。ありがとうございます。12位はジョナサンアットマークコロコロさんです。ありがとうございます。11位はアディダッチョンさんです。ありがとうございます。10位はミケネコアットマークタンポさんです。ありがとうございます。9位はアディダッチョン、あ、間違えた。11位トラサポさんだ。間違えた、ごめんなさい。11位がトラサポさんで、9位がアリダッチャンさんだ。間違えちゃった。ありがとうございます。8位はマッシュルームチさんです。ありがとうございます。7位はミクニア善次郎さんです。ありがとうございます。6位は J さんです。ありがとうございます。5位は花ちゃんさんです。ありがとうございます。4位はネルプーさんです。ありがとうございます。3位はコマネコマニアのじいさんです。ありがとうございます。2位はユーマ、まだ夏、まだ夏は終わらない、ウルトラスフェス楽しみさんです。ありがとうございます。そして1位はノブさんです。ありがとうございます。そして今日はノブさんがですね、クマタワーをくださりました。クマ花火ちゃん、ありがとうございます。嬉しいです。ということで、今日も私のショールームを見に来てくださったり、コメントを書いてくださったり、ギフトをくださったりとか、本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとう。そして今日もメール読んでくれたりとか、応援してくださったりとかも、本当にありがとうございました。感謝でいっぱいです。明日もみんなのこと応援してるので、素敵な日にしてください。そして今日、なんで私今日ギフト読んでないの、ごめんなさい、ギフト読み忘れてました。うっかりうっかり、怖っ、ごめんね、動揺してたの今日何に動揺してんだろう。こんばんは、こんばんは。じゃ次はギフトの方を読みたいと思います。ごめん、うっかりしてた。ユーマ、まだ夏は終わらない、ウルトラスフェス3、黒ドイコールシルフルさん、トラサポさん、ウィル6番さん、アノノさん、ミットちゃんさん、ネルプーさん、ユキカナさん、フミオさん、パーフォリンさん、トムサホ香り推しのアッカリン、モモッコペロペログミナソウさん、新規おやじさん、日高浩二さん、コマネコマニアのじいさん、コジアスさん、ジョナサンアットマークコロコロさん、タックンさん、スギアン 12.5 さん、フミオさん、オクタゴンさん、コーポンさん、パンチョさん、ノブさん、シュウジさん、マッシュルームチさん、ジェイさん、タンナンさん、トトさん、アディダッチャーさん、ヒーちゃんアットマークつむじさん、コミさん、タンナンさん、新規親父さん、ジョナサンアットマークコロコロさん、ハナちゃんさん、フカさん、クノケンさん、モモテンさん、エイメイさん、オッチーさん、クリームワンピーさん、エイメイさん、ガッチさん、プンプンマルさん、チュンタさん、メロディーさん、矢野武志アットマークオリちゃんほんとかわいいなさん、ミトちゃんさん、社交ダンサーさん、さやりんまるさん、みけねこアットマークゆたんぽさん、トムさん、みやさん、元祖ゆうてアットマーク花の昭和生まれさん、くだどイコールルシルフルさん、ジョナサンアットマークコロコロさん、トモさん、ライダーさん、ライチさん、コマネコマニアのじいさん、元祖ゆうてアットマーク花の昭和生まれさん、さやりんまるさん、水族館さん、水族館さん、ノブさん、タカさん、カンさん、ミクニア善次郎さん、フミオさん、ジョナサンアットマークコロコロさん、キッチンさん、村山さん、エイメイさん、ダイチさん、チュンタさん、ソコさん、トキオさん、ポンタ428さん、カニミソさん、タカさん、ショウヘイさん、翼はなんちゃらさん、アツシアットマークズンカオシさん、フミオさん、ヒロユキさん、ズマンさん、ナメコさん、ナオさん、新規親父さんです。ギフトありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、うっかり八兵衛でしたうっかり八兵衛の私をお許しください。それでは皆さん、この後ゆっくり寝れるよって方はゆっくり寝たりして、やることあるんですけどって方は応援してるので頑張ってください。それで夜勤とかある方も頑張ってください。応援しています。今日は読むの不調だった、なんでだろうね、おかしいな、なんで不調なの。それでは皆様、この後も私のメールとか待っててくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それではありがとうございました。また明日見てね。バイバーイ。あ、占い忘れてた。やばい、もう今日ダメだ。
今日ダメやったわ。占いはラッキー人物はうっかり八兵衛さんです。うっかり八兵衛に会うか3回唱えるとラッキーになるので試してみてください。そんな人間いるのかな。うっかり八兵衛ね、会うか3回唱えるか。どうやって会うんだよって。確かにどこにいるんだろう。でも着物着てそうじゃない、名前的に絶対着物だよ。うっかり八兵衛ってどんな顔なんだろう、見たことない。なんか予想はなんか着物着てる気がする。ちょっと古めの。うっかり八兵衛、本当にいるの？うっかり八兵衛って人。あ、いるんだ。え、歴代うっかり八兵衛、あ、何人かいるってこと？うっかり八兵衛すごい、知らなかった。こんばんは、まってな感じです、いません。ありがとうございました、本当に。じゃあぜひ会ってみてくださいね。変な終わり方してすいません。それでは今日も本当にありがとうございました。また見てくれると嬉しいです。じゃあバイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、メール待っててね。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。